あの人か。おい。よう兄ちゃん、たった今いい物が入ったんだ。話聞いてってくれよ。秘密の物。何？お？なんだ。兄ちゃんかなり運がいいぜ。蝶がつくほどのレア物が手に入ったんだ。もちろん市販なんてされて、されちゃいない裏物ってやつだ。何なんだこいつは。とりあえず話に乗ったふりをしてみるか。そういう前置きはいい。もったいぶらずに何なのか教えてくれ。まあまあ落ち着けよ兄ちゃん。でもこればっかりは申し訳ないんだが、秘密の物としか言えねえんだ。いきなりこんなこと言われて信用できないだろうが、兄ちゃんなら絶対買ってこうって買いなんてしないはずだ。3万なんだか買っていかないか。何かもわからないものにそんなに払えるわけないだろう。まあそうだよな。確かにそういう気持ちになるのもわかるんだが、今を逃すとなくなってしまうかもしれねえんだ。わかった。特別に2万でいい。悪いことは言わねえから騙されたと思って買っていかねえか。まあ、買っていくか。そこまで言うならいいだろう。買おう。おう、兄ちゃんは男だな。いい買い物したな。じゃあ、2万いただくぞ。はい、毎度。さて、その秘密の物なんだが、今はロッカーに入れてあるんだ。ちょっとここで取引するのも危険なんでな。この鍵でロッカーを開けてくれ。ロッカーは太平通りにある。おう。こっそりで受け取ってくれよ。じゃあな。なんだよ。ねえ、勝手に取引して大丈夫？キリュウさん、すぐそういうの手にしたがりなんだから。どこだ？太平通り？やっぱ。またビデオかよ。これはビデオか。どこが秘密の物なんだ。個室ビデオで再生させてみるか。またビデオかよ。もうやめてくれよ、マジ。あ？なんかの隠し撮り？これは盗撮ビデオか。だが撮影が失敗しているようだな。明日地面しか映っていない。この店はカムラ町の喫茶アルプスか。アルプスの店員に急いで伝えなければ。おい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 、盗撮？やめとけよ、そんなチャチの犯罪。一番なんかこうくだらないよね。いや別に実行するしないでと思ってる、なんかその実行しないするしないとかでなんかこうすげえとか言うわけではないんだけど、そのなんて言うんだろうな、女性に対するそういう姑息ななんか痴漢とかさ、ストーカーとかさ、なんかこうそういうのってなんか一番くだらない。くだらないことですぐ棒に振るよね、人間って。あ、すいません。おい。すまないが、店長を呼んでくれないか。は、はい。どうかしましたか？うん。あ、ちょっと言いづらい話なんだが。なんでしょう？どうやらこの店、盗撮されているみたいだぞ。え？え？どういうことですか？うちの店が盗撮？ああ、確かあの辺りにカメラがあるはずだ。わかりました。調べてみますから、ちょっと待ってください。いやー、あったの？あなたの言う通り、確かにあそこにカメラが仕掛けられていました。誰がこんなことを。心当たりはないのか。そういえば最近急にバイトの子が進んでフロアの掃除をやってくれるようになりました。私が掃除しようとしても店長は他にも仕事があるから俺がやりますよって、積極的で仕事熱心な子だと思っていたんですが、もしかしたらだが掃除中にカメラが見つかるのを恐れたのかもしれないな。それが本当なら彼が。ちょっと小西くん。はい。はい店長、どうかしましたか？なんか優等生のなんかなんていうの、ゴンゲみたいな人出てきた。なあ小西くん、あそこに隠しカメラが仕掛けられていたんだが、何か知らないか？いつもあそこを掃除してくれてたのは君だろ。いや知らないですね。そうか、それならいいんだ。カメラに入ってるテープを見てみたらどうだ。ん？それもそうですね。あれ、この字、このテープに書いてる字、小西くんの字に似てないかい？いえ、知らないですよ。小西くん、こういうこと言いたくはないんだけど、
一応カバンの中を見せてくれないか。お、俺は知らねえ。あ、逃げた。おい待て、どこ行くんだ。ほら小西、こら。あいつ恵比寿屋の路地の方にいた。 ありがとう。恵比寿屋行かなきゃいけなかったの。おっと、おい、この先には何もないよ。どういったご用件ですか。こっちに若い男が走ってこなかったか。知らないよ。さあこっちには何もないから引き返しな。いや、いや、通らせてもらうぞ。人を探しているんだ。ああ、うるせえな。おとなしく引き返しとけよ。あいつを捕まえさせるわけにはいかねえんだよ。やはりあの店員とつながっているんだな。うるせえ。おい、お前、こいつやっちまえ。はい。あ、手下、手下なんだ。ちょっと強いから調子に乗んなよ、この野郎。ヒルさんの方が強いんかな。お前、あいでで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 で、こいつスタンガンなんて古色なもん持ってやがる。あ、極みゲージが溜まってない。やばい、スタンガン鬱陶しい。早逃げんの。あ、出てきた。おいおい、あのカメラはお前が仕掛けたのか。すいませんでした。カメラを仕掛けたのは俺です。あのヤクザたちに店にカメラを仕掛けて盗聴したら、そのビデオを高額で買い取るって言われて、あいつら俺が借金を抱えてて大金をちらつかせれば断れないって知ってたんです。もちろんそれに応じた俺も悪いんですが、でもこんな怖いことになってしまうとは思ってもみませんでした。いや、思えよ。本当にすいませんでした。撮ったテープはどこにあるんだ。あ、はい、すべてお渡しします。あー、はいはいはい。やっぱりあいつが犯人だったんだな。盗撮したテープは受け取ってきたぞ。はいよ。あ、ありがとうございます。そうみたいですね。さっき小西くんが警察に捕まったと伺いました。スピード逮捕。彼は仕事のできるいい子だと思っていたのでショックが大きいです。ああ、でもあいつ店長に迷惑かけたって反省してたぜ。なんだかんだそう悪いやつじゃないんだと思うぞ。そうですか。それを聞いてちょっとだけ安心しました。あの、こちらお礼です。受け取ってください。あ、ありがとう。ありがとうございました。あ、いえいえ。ああ、よかったね。よし、ちょっと恵比寿屋寄って物売ろう。皿いっぱい持ちすぎてるんだ。なんかよ、この人か。ねえ、ちょっとお兄さん。ん？なんだ、いきなり引き止めて悪いな。兄ちゃん、俺ヒップホップシンガー目指してるマイケル直也。兄ちゃんってお前、お願い、ちょっと俺の歌を聴いて意見くれないか。すでにミリオンヒット確定の神曲なんだが、ストリートのソウルも取り入れたいんだ。てなわけで俺の歌レッツチェックラ、わらしべ伝説。はい、うん、聴いてやろう。ヒップホップか。やばい、世間に疎いのが出てる。まあ若いやつの流行を知っておくのも悪くない。ああ、よし、聞かせてみろ。オーケー、早速だけど行かせてもらおうぜ。新曲 Need Shout Heart。 Hey, check it out。 俺が噂の DJ マイコさ、うすじがね、いすじのすねかずり、すくすく育ってもおみそじ、座右の銘は大器晩成、母ちゃん泣いててかなりはせ。もう歌えるか、いい踏めるか。大丈夫、なんか金ない、食ない、彼女ない、ごめんな兄ちゃん、母ちゃん、どうしクライ。親の期待を彼に回避、俺の気兼ねを家庭に開示、貫けニートの本気のシャウト、伝わるニートの熱いハート、働きたくないです。ふぅみたいな。大丈夫この歌、あんまりいい歌じゃないんだけど。どうだった、俺のリリックは。お願い、頼む、正直な意見をくれ。最悪だった、吐きそうだ、才能ないぞ。
いや、韻踏めたってたのはすごいいいんだけど、内容だよな、多分これ。才能ないぞ。才能ないぞ。田舎に帰った方がいい。そこまで言ってない。あ、そうか、やっぱりか。うつすセンスないって気づいてたんだが、そこまではっきり言われると思わなかった。実は俺、ミュージシャンへの道諦めるかどうか迷ってたんだ。これで踏ん切りがついた。やっぱり田舎に帰って実家のブドウ農園を継ぐよ。そういう地道な方が俺には向いているみたいだ。こいつはもう俺にはいらない。これも何かの縁だ。あんたがもらってくれると嬉しい。自主制作 CD なんていらないよ。ありがとう。ありがとうじゃないよ。じゃあばよ。美味しいブドウ届けてくれよな。こんな CD どうすればいいんだ。スターダストの若いのならこういうのが分かるやつもいるかもしれねえな。そうじゃん。え、非未来のヒップホッパー、もしそこのお方ちょっとよろしいか。所詮今このカムロ町を舞台に小説を執筆しようと計画しておってんな。何か財団になるものがないか探しているのじゃ。例えば若者の叫びだとか、何かこう現代を強烈に描写したようなそんなものはないかの。さっき変な若いのからもらった CD があるが、じいさんには刺激的すぎるか。さっき若いやつからもらった CD がある。まるでおすすめはできないが。なんじゃと CD じゃと。いやすまん、忘れてくれ。本当におすすめできない。いやいいんじゃ、あつぜひ聞かせておくれ。若者にしかない魂の叫びを聞きたいんじゃ。あげるよ。そこまで言うなら聞かせてやるが、どうなっても知らんぞ。ほほ、この安っぽい見た目がまたええの。どれどれ、早速所詮のポータブルプレイヤーで聞いてみようかな。なんで CD は言われへんのにポータブルプレイヤーは言えねえ。めっちゃノリノリやな。なんじゃこの歌は。何？じいさん大丈夫か。実に衝撃的じゃ。全身の毛穴が嫌悪感から強烈な悲鳴を上げ、全身の毛という毛が己の皮膚から抜け落ちそうなこの感覚。こんなにも心をむしばむ歌があるのか。いや、むしろこの痛々しさ、中身のなさこそが空虚な若者の現実を顕如実に表現している。なんか詩人だからすごいな、表し方が。小生大感激、名作が書けそうな気がしてきたわ。この CD をいただきたい。代わりにこちらを差し上げる。シックな万年筆。あんた正気か。いや、気に入ってくれたならいいんだが。いやいや、これは世紀の名作、いやさ珍作じゃぞ。それでは小生は帰って執筆に入る。ではな。わっはっはっは。大丈夫かな。人の趣味ってのはよくわからねえな。万年筆か。俺は使わないな。恵比寿屋の店長なら価値がわかるかもしれねえ。まあ確かにキリュウさん万年筆使わなそうだね。ねえ。ああ、ちょっと待って。ん？なんだお前は。すいません、ちょっと私の話を聞いてください。さっきスターダストの前で万年筆をもらいましたよね。ああ。お願いします。それを私に譲ってください。ん？何だと？急に譲れと言われてもわけがわからんな。そうですよね。すいません、興奮してしまって。私、コスプレイヤーのカオリンと申します。次のイベントでゴシックパンク系のコスプレをしようと考えていたんですが、胸に刺すワンポイントの小物が決まらなくて。いや、ちょ、待ってくれ。私も一応コスプレはするけど、ゴシックパンクでワンポイントの小物で万年筆ってどういうことよ？うん。いや、わかるんだけど、いや、どういうことよ。お願いします。どういうセンスしてんのよ。別にいいけどさ。表現の自由だけどさ。見せてほしいわ、そのコーデを。見てたのならスターダストで声をかけてくれればすぐに譲ってやったぞ。あ、え、いやだってあなたヤクザみたいで怖くて質屋入っちゃうから思い切って声かけました。よかった、顔の割に優しい人で超失礼。あ、俺にこれもらってください。私おすすめの一品です。あ、数回しか履いたことないから汚くないですよ。ブーツ、おいおい、コスプレイヤーの命だぞブーツは。
本当にありがとうございました。ではでは。おい。いやおい、こんなものいらな。行っちまった。これ桐生さん履けないしな。はるかにもまだ早いだろうね、確かに。ああ、そっか、ママか。やだ、はるか大きくなってこんななんかロングブーツ履き出したらやだ。はるかは清楚にパンプスとかヒュールちゃうわ、ミュールみたいな履いとってほしい。ママ。うん？どうした？何かあったのか？いや、ちょっとかわいそうなことがあってね。はーい、私鈴木って言います。よろしく。聞いてよ、ちょっと大事なものなくしちゃってさ。私小さい時にお母さんが死んじゃっててね、そのお母さんが作ってくれた手編みのマフラーをすごく大事にしてたわけ。それを昨晩深酔いして落としちゃったみたいで、あーもう、あー唯一の思い出の品ってわけね。大変だわ。昨日の夜、児童公園のあたりを歩いてたところまでは記憶があるのよね。よくわからんが取り込んでいるようだ。出直すか。一度出直せってなんで。ねえ。あ、そこのあなた。なんだ。もし児童公園のあたりでマフラーが落ちてたら教えて。お願いします。まあ、大事なものだもんね。わかった。見かけたら声かけてやろう。あ、届けてやろう。ありがとう。よし。まあ、児童公園かな、じゃあ、もっかは。いやー、大事なものだからな。ねえねえ、どっちどっちこれ、どっちどっち。おい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 、そのマフラーどこで手に入れたんだ。ああ、こいつやらねえぞ。これ昨日の夜、優しい姉ちゃんからもらったんだ。ん？なんだと？公園で姉ちゃんが酔っ払ってうとうと寝てたからよ。寒そうなんでわしの段ボールをかけてやったんだ。そしたら俺にこのマフラーくれたってわけじゃん。ああ。やましいことはなんもない。これは渡さんぞ。あったかいし。若いよ。やましいじゃねえかよ。うん。おそらくその酔った女は俺の知り合いだ。深酔いして譲ったことは覚えていないらしい。今そのマフラーを探しているぞ。ああ。なんじゃと？じゃあ返せって言うのか。いやじゃ。せっかくもらったのに。渡せって言うならお前が代わりになんかよこせ。そう言われてもな。あたあたかくて女の香りがしたら最高。あこの男靴を履いていないな。嘘。履けんの？あんた靴を履いていないな。俺が持ってるブーツとマフラーを交換してくれないか。ブーツ？確かに靴は欲しかったとこなんじゃん。え？女物のブーツか。このふくよかな若い。もうやめとけやお前よ。そういえばこれをくれたやつは若かったな。ああ。ただのスケベ親じゃねえか。履けた、履けたぞ、すごい。ただの変態になっちゃったけど大丈夫？気に入ってくれたならいい。確かにマフラーを受け取ったぞ。これが天使で酔ってた女のマフラーだな。まだあいつ店にいるだろうか。どこの強敵戦っとこうかな。強いのかな。なあ、そこのおっさん、あんただろ、最近この街で暴れ回ってるっつうのは。そこいらのチンピラじゃ相手にもならねえくらい強いって噂だぜ。へへ、どうなんだ。だったらどうする。俺はもっと強くなりてんだ。そのためにスパークリングに付き合ってもらうぜ。スパークリングちゃんはスパーリングやったわ。ワインやわ、スパークリングは。なんか武器使ってこないから謎の安心感あるな。よいしょ。ちょっと狙ってた。まあ使えるもん使っていいか。待って、あっ、ゲージが痛い。
お、今の避けたと思ったんだけど。危ない。そっか、痛い。それ当たるんだ。ちょっとなんでトイレ入っちゃったの。あ、極みが。何今の。ちょっと、よかった。うわ、まさか手も足も。いや出てた、めっちゃ出てたよ。あんたがチャンピオンだぜ。記念にこいつを持ってきな。メリケンサックくれた、ありがとう。何やってんだろう私。まあ天使戻るか。マフラー取ってきたぞ。あ、いるいる。お前の探していたマフラーはこれか。嘘。あ、これ一体どこにあったの。それはあまり聞かない方がいい。とにかくありがとうございます。この恩は一生忘れないよ。あ、なんかお礼しなくちゃ。そうだ、これあげちゃう。うえ、なんかいいの持ってみた。こんな高そうなものもらっていいのか。いいのいいの、別れた彼氏にもらったやつだから七人でも流しちゃって。え、ああよかった、帰ってきて。お母さんごめんなさい。よし、今夜は祝い酒だ。あれ、このマフラーなんかおっさん臭くない。何よ。あんた飲みすぎよ、もう帰んなさい。変な CD が最後は高価な時計になるとはな。これがわらしべ長者ってやつか。ここで終わりか。なるほど。よし、これで多分もっか。あ、劇場前忘れてた。あー、そっか、この人か。キリュウさん。ところでキリュウさん、昔ビデオ屋のビームの奥で、あ、やってたね、裏の販売。あそこ合言葉が変わったらしいんですよ。前なんだっけな。おう、そうなのか。デボラに新田という男がいます。いつもダンスホールの隅で飲んでるはずです。そいつに情報量を払えば教えてくれるはずです。わかった、いつもすまないな。なんだっけな、なんだっけな、忘れたわ前の合言葉。そうだ、なくなったんかと思ってた。フロアの隅っこで飲んでる男、あそこかな。違うな、どこ、こっちか。おい、お前が似たか。なあ、何が聞きたい。ビデオやビームの裏の店のことで聞きたいことがあるんだが。ん、ああ、合言葉のことか。第5万だ、5枚だ。しょうがないな。おお、確かに。よし、教えてやろう。失礼、ちょっとややこしいからよく聞け。まずタケちゃんの、あ、そうそう、なんかそういうなんかやらしいビデオのなんかタイトルみたいなやつなんだ。タケちゃんのドッキリハイスクール天国があるかと聞け。いいか、そうすると相手質問してくる。その答えはキスアルプスで飲み物を全て選んだ時の値段だ。飲み物の合計金額。いや、さすがにわかんねえな。キスアルプス全部の食べ飲みしたけどさ、どこにも書いてないもんね。まあちょっと見に行かなきゃわかんないわ。
らっしゃいませ。あ、どうも。たけちゃんのドッキリハイスクール天国、これの狙われた人妻だっけな、前なんか知らなかったな。 あ、それか。その前にちょっと質問に答えてもらう必要がある。先月うちが支払ったガス料金はいくらだったか分かるか。分かるわけねえだろ。あー、嘘。うーん、分かんない。録画見直すか。2600円かな。ああ、確かそれぐらいだったの。さあ、こちらです。やった。丸出しなんだよな。清流と武器困ってないけどな今。あ、武器は別に困ってないけど、どうやって行けるの？この先か。勝手に入ってるけど。いらっしゃい。うわぁ、バーナーとかある、やば。安全装置を排除した改造バーナー、やば。ありがとうな。あそこのなんか AK みたいな銃の方がかっこいいんだけど。これで終わりかな。次回はね、またカオルに会いに行くのかな。狭山って言ったりカオルって言ったりちょっとややこしいけど、狭山に会いに行きましょう。